どうもこんにちは。宣伝部長の小市です。今日はクーデター計画っていうことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、立花隆参戦で燃える兵庫県知事選挙なんですけども、立花さんとかが参入するもっともっと前ですね。この問題が話題になった頃に、いわゆるね、なんでそんな調査したんですかっていう時に、まあその、いわゆる PC の中にクーデター計画的なるものがあったみたいな話を知事等々がされてい いてですねでそれを聞いた時に当時は悪印象で染められていたので「またまた」みたいな一応そういうの書いてあるかもしんないけど不満をねただ並べ替える中で一応そういう言葉が出てきたんじゃないのぐらいで、まあ、軽くね受け止めてたんですけどもちょっとねやっぱり最近いろいろ出てくる話をね合わせていくとこれ陰謀論じゃないかもねみたいな感じぐらいになってきて。 で、まあ、そもそもやっぱりいろんな動きはおかしくて後で紹介しますけども「えー、と週刊現代」さんのスクープですけどねいわゆるマスメディアそのものがあの口止めしていたとかええーみたいなね,ねとある議員さんとかがあるいはねあのこう知事をねなんとか追い落とそうとしてる人がいろいろ口止め工作するっていうのは、まあ、まだわかんなくないっていうかよくないですけどねよくないんだけどわかるんだけど。 マスメディアもさそこにさみんなして乗っかってってどういうことよみたいなことであるとかそれからこれもご紹介しますけども告発文と呼ばれるものですね斉藤さんからすると怪文書と呼ばれるものをですねあのもともとのその県民局長さんが書かれた文書とこう比較してね AI 分析してみたらこれ本人じゃなくねみたいな。<laughs> そういうことをやる人まで出てきてですね、まあ、今回その辺はまるっとご紹介しながらちょっとねこれ結構な話なんじゃないのということをやっていきたいというふうに思います。 はい、というわけでまずはこちらですね検事の人事チャンネルさんというところで兵庫知事選挙3月12日の告発文は誰が書いたのかマスコミが報道しないある疑惑という動画を上げられていてでこれね下に貼っとくんでよかったら是非見ていただきたいんですけどもいわゆるあの先ほども少しお話ししましたけども AI 分析をして局 その告発文が局長さんの文書かどうかっつうのを、まあ判定させたというところで、まあまさにね、あの、嘘のつけない時代だよね、みたいな感じになってきてますけども、えー、と、いうことで、 はい。で、あの、こちらの方はですね、山際武さんですね、経営人事パートナーズ代表の方で、なんか普段からその、まあ、人事関係の資料っていうんですかね、まあ、文章を読むことが多いので、なんかおかしいなって、 というのにおなんか思いついたらしいんですけど、まあ、とにかくですね、AI に判定させたら、なんと本人の確率28%ということをおっしゃっていて、で、県民局長のさんの文書については、国立国会図書館の方で、なんかなぜか保存してあったということで、まあ、これもなんかその該当ページの方に行ったら、書かれた3日後ぐらいに保存されているので、いわゆる公共機関、 出した文書については自動的に保存するようになってるのかもしれないんですけどいずれにしてもここに、えー、と県民局,局長さんのメッセージがあってこれと告発文をあの対象させてでそしてですねこちらの形ですね。 10の評価ポイントということで、まあ評価されていて、単純になんかこう、両方ぶち込んで、その、<laughs> 同じ人ですかっていう感じじゃなくて、それぞれの項目において判定されてるという感じなんで、まあ詳しくはね、動画の方ぜひご覧くださいっていうところですね。 はいでまあ、結論としては28%で、まあね、4人ぐらいで書いたんじゃないかといろいろ言われてるから、なんか数字合致するなとか、まあいろいろ思ってしまうところはありますし、それから、まあ,あの、いわゆるね、県で正式に出すブログみたいなもので書くときのと、それから告発文は割と強めなんですよね。まあ、強めなんでうん、そこを比較する、したときに、まあそれなりの違いが出ても、まあ致し方ない部分は ないわけではないんですけども、やっぱり人の文章って癖があ,あるので、なんか私とかもいろんな人の見てて、まあツイッターとか、ツイッターっていうか X で、いや本人が普段書いてるところからある時、ちょっと違うテイストのが出てきた時に、あ、これ本人じゃない人が書いてるなって思う時があってわざわざ言いはしませんけども、それはなんか目的があるんだろうなと思いながら見てるんですが、まあいずれにしてもですね、その いわゆるクーデター計画があったと言われている元の PC の中をぜひ開示すべきですよね。だってこう、あの <laughs>、ね、これはあくまで AI の分析なんで、まあ実際はね、合ってるかどうかわかりませんけども、その PC の中にさ、やっぱりその、 ね、いろんな人が関わったみたいな証拠が残っていたらねまあそれはね AI の分析すら必要ないわけでっていうところなんで、まあ、その辺はやっぱりいろいろ疑われても仕方ないのかなということですね。はい、で続いてですね「週刊現代」さんではいえー、とこちらの記事が上がってるんですけども「スクープ斎藤元彦事件優勝パレード共産キックバック疑惑渦中の新近理事長実名告発と。 全知事をということでまああのこの問題については割と一番真実に迫ってる記事を出してると思われる現代ビジネスさんがまた記事を出されたというところで。 ですねはい、で一応、斉藤さん応援の風が、ねまあ、特にネットでは吹き荒れてはいると思うんですけれどもちょっと私の中でも解消,しれない解消しきれない部分の一つとしてこのキックバック問題というのがあって、まあ、知事はあまり関係なさそうなんだけどちょっと副知事はちょっと関係してんじゃねえかなぐらい、まあ、いきなりだって1億が4億に増えたって不自然じゃないですか、まあ、その辺について今回の記事では書かれていると。 はい。というわけで、インタビューをですね、えっ、ー、と、地元の信用金庫、単用信用金庫の桑田理事長、理事長だということで、まあ、実名で、あの、インタビューに応じてるというところになりますね。で、亡くなった県民局長の告発文には、 えー、平親近の名前が入っていてサモス優勝パレードの協賛金の見返りに補助金を還流させる漢字役を引き受けたかのようなことが書かれていますが事実無根であり名誉毀損も甚ははだしいですということで、まあ、ここでも名誉毀損が出てきたって感じですね。はい、で問題になっているのはパレードの協賛金集めに困った片山前副知事が、えー、太陽申 信用金庫を含む県内11の信用金庫に協賛金の拠出を依頼しその見返りに補助金を増額した上でキックバックしたという疑惑だとこれは私も怪しいと思ってましたと斎藤氏が公金から協賛金は拠出しないという方針を決めたことで片山氏以下県民局長職員にプレッシャーがかかり不正が起きたのではないかと批判されたと。 はい、でしかし、これについて先ほどの桑田氏はですね、まあ、キックバック計画を持ちかけられたことも具体的な金額に提示を受けたこともないとして、えっ、ー、と、協賛金の依頼に、まあ、片山副知事が訪れたのはパレードの2日前だったということで、集まりお金の集まりが悪いということで、 平信、えー、金を含めて県内11の信用金庫から拠出してもらえないかという話があったということで,で、えー、金額については私の方から先に合計で2000万くらいなら十分ですかと提示し、まあ、それなら助かりますということで了承して私も他の信用金庫にお願いをしましたとで金額に触れついて触れたのは私が先で片山さんではないっていうことをおっしゃってるとはい。 はいまあ、キックバックの話もないしそれから協賛金は、まあ、地域貢献をもとうとする新規の役割として拠出したということで見返りを求めたことではありませんということで一連の報道は協賛金と補助金という本来全く別の話を無理やり関連づけて斎藤さんなり片山さんなりを陥れようとしている思惑,思惑が働いているように見えて仕方がありませんということで、あのー、はめられているということで。 はい、でその思惑は、このパレード疑惑を検証する県の百条委員会でも伺えたということで、桑田氏が先月24日に委員会の秘密会の尋問で証言した翌日、片山氏の方から金額が提示されたような報道が一部でなされたということで、まあ、事実と逆の報道がなされたということですよね。 で、秘密会に出席した県議がリークしたのだと思いますが、私はこの時も含めて何度も明確に否定し,ましてますし、秘密会で行われたやり取りを普通に聞けばそうではないことがわかるはずですと、いぶかしむということで、だからね、まあ、こういうさ、なんか秘密会をやったのも、こういう感じで情報操作ができるみたいなためにやったのではなかろうかというふうにも見えちゃいますね。い要するに、出したくないものは出さない。 であるいはあ本来の事実をねじ曲げたことを出すでも秘密でやってるからバレないで、えー、とバレるのはそのいわゆる 知事選挙が終わった後にもう斉藤知事を追い出した後にもう全てが決まった後に出てああそうでしたかすいませんでしたねぐらいの感じで、まあ、終わらせようとしていた可能性があるってことですよね、まあ、おそらくこの時点においては斉藤さんが、ねまあ、勝つ道っていうのほぼないみたいな状況だったんで、まあ、調子に乗ってここまでやっちゃったのではなかろうかというふうに推察しますけど はいでさらに編集部の取材によればパレード疑惑の事前調査を担当した県職員に対し斎藤前知事に対して批判的なあ権威からメッセージでこの後に及んで姿勢を誤れば百条委員会に出てもらわないといけなくなりますちゃんとこちらに協力して真実を述べてくださいという圧力とも取れる連絡があったことは分かってるって感じでねまあしかしね斎藤さん斎藤知事 のパーハラみたいな話は本当に全然全然出てこなくって不正もね1枚投げましたとかっていう感じの一方ですねいわゆるその県 <laughs> 議側のこれパワハラと思えるなのことについてはい,ついくつもいくつも出てくるって感じでねどっちが百条委員会出なきゃいけないんだっつう話なんですけど。 はいでここからはですねメディアの問題に入っていくんですけどもとにかく今回の騒動については新聞テレビといった大手メディアの変更ぶりも指摘されていると、まあ、いうところではいで10月25日の百条委員会の後に囲み取材に応じた片山前副知事が亡くなられた方の、えっと、公用パソコンに入っていた倫理的に問題のある文書の中身を触れようとするとその場にいた報道陣からまあ 詰めらられれてて発言を撤回させられたっていうことですよねこれ私なんか3回ぐらい読んじゃったんですけど要は橘さんが暴露した文章によるとですね百条委員会の中で触れようとしたらそしたらそれは止められたとでも非公開だからね後で議事録からいろいろ排除したりできると思うんですけど、まあ、と,とにかくですねあの、まあ、そこでも止められて言わないようにされてでらに えー、じゃあその囲み取材というかマスコミにはじゃあ喋ろうと思って喋ろうとしたらそこも止められたってお前ら一体化してなんか隠そうとしてんのかみたいなね、まあ、そういうことをしていたっていうのが驚きではいでこの日は片山氏が公益通報保護に関する尋問を受けていたと。 ということで片山氏は元局長のパソコンにクーデターなどの不正な目的が示された資料人事の不満が示された動機が分かる資料に加え、まあ、倫理的に問題ある文書があったと回答したがということでね、まあ、これも AI にかけたいとこですよね。はい、でそして文書の中身に言及しようとすると奥谷委員長が事務を打ち切り再開されなかったということで,で,でさらに囲み取材の中でこの経緯についてパソコンの内容は個人的なものであるが 倫理的に問題がある文書を勤務時間中に作成したことが元局長を懲戒処分にした理由の一つであり、こういう規制があると判断して答弁したと説明ということで、まあ当たり前ですよね、これね。<laughs> あの、で、ね。 文書の中身について触れようとしたところ、上記のように複数の記者からプライバシーを話すべきではない、許されないことだと大声で抗議を受けたという,ということで、まあ、こいつらの実名ちょっとやっぱりさ、あの言ってほしいよね、まあ。本当にひどすぎ。だってこんなって隠す方向性に行くんだったら、そのもう必要ないじゃんあの。記者いらないじゃんっていうところなんでね。はい もうだから、まあ、よく言いますけどね記者会見とか全部ね、まあ、YouTube で流すだけでいいじゃんみたいなね、まあ、そういう時代のような気もしますけどはい。で、えっと、生中継でもない囲み取材で記者の方から取材対象者の発言を制止するというのは前代未聞で取材発言者の発言と一時情報を一部メディアが制限することは通常は他メディアの取材権の侵害に当たるため問題になるということで当たり前ですよねもっと言ってくださいよ っていう立場なのに言わないでっていや,やめてあるいは何かこうやめろぐらいの感じだったわけでしょありえないよねすごいよね何を守ろうとしてんですかねはいでまあこの日の囲み取材に参加したのは地元独立系メディア医師を除いて全てが記者クラブ加盟であり事前に何らかの えっと、倫理的に問題ある文章についての中身には触れさせないという合意があったのではないかと疑われるということで、まあ、こういったなんかこと自身そのものはこれが不正じゃんかみたいな、<laughs> 何やっとんじゃんみたいな感じですよね。はい。 はい、でこんなどぎたないことをやってる連中が斎藤知事が悪いんだとかやってみたりそれから本当のこと言う橘さんを排除してみたりっていうことを、まあ、やっておられるということで、まあ、日本は素晴らしいメディアを持ってますね。で、えー、とそして実際この片山氏とメディアのやり取りを詳しく報じたのはその独立メディア1社のみだったということで、まあ、この1社が入ってなかったらどこも報じなかったってことですよね。はい で、えっ、ー、と、元局長はですね、公的な地位にあった人物であり、しかもかなりのお偉いさんですよね。で、文書の原本が県民の財産である公用パソコンの中に保存されており、処分理由と関係がある以上を、適切な開示は公益性があると思われるが、それをメディア側が、えっ、ー、と、遮るのは、えー、知る権利の侵害に当たらないか大いに疑われるというところですよね。 いや、すごいねここまで腐ってますかみたいな。えー、っとっていうかまあこれは、まあ、どの記者クラブも一緒なのかもしれないけどこんなからさまな事例ありますかでこの日の尋問はメディア非公開で県議のみが出席を認められており記者は片山氏から文書に関する発言を受けるまでて 議事内容については知らなかったはずだにもかかわらず奥谷氏と足並みのそような対応を取ったこともメディアが中立客観的な立場に立っているか強い疑いが残るということで、まあ、百条院外側と通通になっていたとで,でその代わりその代わりですね情報を上げるから斉藤知事について悪い情報だけ流してねっていう談合をしてるかのように見えますよね。 本当にでその結果知事はクビになり選挙にまでなってるわけですから本当にねやってることは民主主義に対すする冒涜というか挑戦ですよねだからこの連中からやっぱりしっかり民主主義を取り戻すというのが今回の選挙の最大の争点なんでしょうねもうこの時点だけでもとりあえず一旦斉斎藤知事戻してもうそっからだよね話はみたいなレベル感の話ですよねはい。 というところで、えっ、ー、と、はい、という形ですかね。で、あと、この続く記事の方ですね、もうこの辺も合わせて下に貼っときますけども、続く記事の方は方で、えー、と片山副知事への、まあ、単独インタビューが載っていて、もうこちらでも改めて説明されていて、まあ、立花さんとはね、かかってませんとか、<laughs> あの <laughs>、いう話とか、あとですね、 あのいわゆる先ほどのキックバック問題に関してなんですけどもあのやっぱりどう見ても怪しく見えちゃう1億が4億に増えたのが不思議じゃないかみたいな話があるんですけどもともとはえー、っとですねいわゆるコロちゃんにおける金融機関政府方針で金融機関を行った実質の無利子と無担保融資の返済に合わせて、まあ、融資先の支援に行うことで 1>, まあ1件につき7万5,000から10万円が県から金融機関に支給される仕組みというものらしくってでそれがあの初年度はですね 3加年計画で初年度が12億でその次の5年度が8億で最終の、まあ、令和6年度どうするか調整の中で当初1億だったのが、まあ、4億に増額増額したわけなんですけどこれがあの国の財源から4億を確保できる目処が立ったというところでこれはちょっと国側の方針も見ないと分かんないんですけど、まあ、最初の計画だと3年目はそこまで大丈夫だろうという話が多分あったんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、でも現状 まあ、何ていうんですかね、今がめちゃくちゃ倒産が多いわけですから、実質的な需要は多いような気がしますけど、その辺の事情はよく分かりませんが、一応それなりの理由があるということで、まあ、これはまあ選挙終わった後にもうちょっと詳しい話というか、まあ、精査したものが出すべきだと思いますね。まあ、いずれにしても第三者委員会含めて、このあたりを精査してるんだろうなというふうに思います。 はい。で、あと、それ以外にはですね、やっぱり何を説明しても、斎藤片山が悪いということで、まあもうそういうふうに持ってかれちゃうんでどうにもならないみたいなお話があってですね、まあそれはそうだろうねみたいな、<laughs> 結果首にまでなってるっていう感じで、まあいずれにしてもですね、 てることがまあ、実際ねもともとのクーデター計画というものは多分一部の人たちというか不満をね持った人たちがまあ知事がいろいろ変えるんでねまあがいてでそれでなんとなく、まあ、そういう方向性にいったんでしょうと。 かどうかはよくくわかりませんけれどもも少なくとも今みたいな事態を仕掛けてできるかっろいろ、まあ、計画してたらいろいろうまくいっちゃったなっていう感じだと思うんですけども、まあ、そこにいろんな人がまあ乗ってきちゃったっていうことかもしれないんですが、まあ、現状起きていることを見る限り百条委員会において必要,な必要なんか秘密わざわざね本来公開で行われることを、まあ、しかも百条委員会終わってから選挙やればいいのにその前にやって。 でやってるとで。さらにその中で口止めをしているだったら報道機関に喋ろうと思ったらそこでも口止めされてるって感じでお前ら全員グルだろっていう <laughs> あの <laughs> 話でこんな分かりやすいなんかもう,もう悪党どもいますかみたいな <laughs> 感じなんですけどはい。 であとは100まあこれもまた別でやりますけど100条委員会に呼んできた一応専門家と言われる人の言ってることが今ね弁護士さん等々によってこうそう広域通報だったって話になってるんですけどいやそうじゃないよねみたいな話でまあこちらもいろんな人は突っ込みつつあるしじゃあ結局何だったんですかみたいな感じでまあ要は100条委員会を使って でもそのためには百条委員会でやられてることをそのまま報じられたら難しいからマスメディアが乗っかんないって無理ですよね。でそこにみんな乗っかってますと。で X でもリポストしたんですけど、まあ、読売新聞なんかも本当に百条委員会の中身を記事にちゃんと書いてんですよ書いてんのにその中身が反映されてるとは思えない何て言うんですかね印象操作文書なんか「独裁者」とか「公益通報に違反してたと」と とかそういういい平気で書いてるんですよ <laughs> そんなそんなものがばらまかれてたらそれは悪者になるよねみたいな感じで、まあ、いずれにしてもマスメディアが何やってたんですかって話もなりますしだここが機能してないからいろいろうまくいかないんだねっていうのも今回の選挙で明らかになってるので、まあ、要は議,議会っていうんですかねその地元のまあ権力者等々と いわゆる地元記者クラブっていうんですかね。まあ、そこが結びつくことによって、まあ、やりたい放題やっていたということが、まあ、今回の件で明らかになってで、それって本当に民主主義を冒涜してるというか、民意無視じゃないですか。まあ、いい加減しろみたいな話で、さすがにね、まあ、今回の選挙においては、立、ま、花、あ、さんがすごすぎる、賛成してるんでね、まあ、これについてはぜひひひっくり返してほしいなというふうに思っております。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。